すごくやっぱやっていていろんなものがあったのかなって気がするんですよ。そうですね、私自身こう小春ちゃんを演じていてこうそういった秘密のシーンは特に客観的に見てるとすごくこう辛いというか、そんな一人で抱え込まなくてもいいのになっていう思いがすごく強かったので、自分の秘密のことを打ち明ける時も結構こう小春ちゃん自身明るく伝えるんですけど、なんかその明るさが私にとっては結構こう我慢してるっていうのがすごく分かるので、なんかすごく演じていて切なかったですし、そういったその切ない感情を押し殺して小春ちゃんに小春ちゃんを演じるっていうのはすごくというかちょっと大変でしたね、はい、どうしてもこう泣いてしまいそうになっちゃって、はい、大変でした。実際中島さんと今回初めて、はい、初めて共演させていただいた。最初にこうイメージしていたのと実際演じてみて、あ、なんかこうすごく真摯な方で、私にも最初緊張している時もこうなるべく私にこう話しかけてくださったりとか、インした日から終わる撮影がアップするまで1ヶ月間ぐらいご一緒させていただいてたんですけど、本当にこう日にちを重ねるごとにそういったこう中島さんが話しかけてくださったりとか、そういったことでこう自然とお互いに喋るようになって、こう今回ラブストーリーにもかかわらず結構恋人らしい描写っていうのが少ないんですけど、お家のシーンはお互いにこう気を使わずに演じることができていたので、あの時の2人だったからこそできるハグというか、こう抱き合い方だったりとか、そういったものはそうですね、すごく中島さんとだったからできた演技だったなと思いますね。この作品と同時進行ですね。そうですね、ありました、はい。そういう時はどういうふうな形でこう切り替えるというか、切り替え、そうですね、今回は役が全く違うキャラクターだったので、本当にこの役のその役のセリフを読んでいると気持ちが自然に切り替わっていたんですけど、あとはそのお風呂に入ってこうリフレッシュするしたりとか、あとは本を読んで全く違う作品を読んでから新しい役の台本を見させていただいたりとか、こう一つここワンクッションあってから次の役の台本を読んだりとか、次の役のセリフをこう練習したりとかっていう風にしてました、はい。なんか一番気分転換になることってどういうことですか？でもそうですね、お風呂に入るのもそうなんですけど、あとはその外に出て散歩したりとか、あと友達と会っておしゃべりしたりとか、本当に全くそういう仕事とは全く別のことをすることによってこうリフレッシュできるので、なるべくこう家の中にいると考えてしまうので外に出るようにはしてますね、はい。この映画は普段、生活していて当たり前だと思っていたことが実は当たり前ではなく奇跡的なことだったんだっていうのがこう実感できるような、そんな温かい気持ちになれる作品になっています。亮太と小春が7年越しに思い合う、そんなうるっとする姿もキュンとする姿もたくさん詰まったうるキュン千秋ラブストーリーになっています。ぜひご覧ください。